この度は銀英株式会社さんが老朽化の著しい現撮影場を惜しくも閉鎖することとなりました。今回の企画はそのメモリアルとして創立70年の歴史を支えた大スター、ごっつ難儀なとこで隠居暮らしとは偏屈なバーハンやな。今度行ったら殺すぞ。はじめまして、藤原千代子です。二度とこの手にできる思わなかった。大事なものだったのでは。一番大切なものを開ける鍵さ。一番大切なもの。それから映画の世界に入ったの。そうでしたか。鍵の君を置くために。そう、私一目あの人に会いたいんです。なんだって私なんかに構うんだい。おめえさんはその男を助けようって気持ちと何が違うってんだ。その子何か隠しておる。あの星空を君にも見せてあげたい。生きてるか死んでるかもわからないじゃないか。千代子さん、私行きます。必ず会いに行きます。ごっつドラマティックや。え、俺はこのシーンを劇場で53回泣いたんだ。